はい、バットレトロゲームチャンネルです。今日はですね、電車で GO プロフェッショナル2やっていきたいと思います。これやり直して4回目です。3回目か終点まで行ったんだけど、なんか最後の最後に減速信号、注意信号で50キロ注意信号出て、なんかもう全然スピード出しすぎで、もう即ゲームオーバーになりました。これは何系だっけ、キハ58系か。現在では老朽化に伴いその数も残り少ないってことは、まあこのゲーム発売されたのって2003年とか2004年だからもうないのかな。でこんだけ怪我、50.4琴平発車、でここがね、あんまりちょっとダイヤがね、ちょっときつい。4回目ちょっとね、あ、3回目か、これ4回目なんですね。3回目、最初の全通じのとこで時間がなさすぎた、慌ててですね、思いっきりオーバーランしてちょっと諦めました。何キロ出せばいいかなって、なんか難しいとこだって。80キロ第2兵卒進行、まあ懐かしい風景、いい風景。この球体は何、石油タンクだって。タンクは、まあ、球体としてはフジテレビの球体が思い浮かびますけど、ちょっとブレーキかけて、ピンチか、電通時停車 AC16、 この辺でブレーキかけちゃって。ちょっと時間ないんだね。あと20分、あと15分、5、3、全通時停車、まあ、定着。次が根性地、踏切が多いんですよね。次は根性地です。のどかな、のんびりした風景でいいですね。まあ踏切もなんか鉄道模型みたいですね。鉄道模型なの、自動で遮断機が降りるやつって鉄道模型で買うとすると1万5000円ぐらいしますからね。あ、びっくりします。で、ブレーキかけて、本堂で停車、停止位置4。この遮断機の降りないの、普通の飾りの踏切だったらね、500円ぐらいとか、500円とか1000円とか
ピンクからキリンまであるんですけど、あと15分本蔵寺停車定着くれ。次がたどっち。とじめ天気出発進行本蔵寺発車。160m のところで制限50があってですね。第5閉速進行。制限解除。制限解除。何の制限か。第4閉速進行。たまにああいう謎の制限解除か。鉄道模型みたいに踏み切る。第三計測進行。まあ鉄道模型もね、持ってることは持ってるんですけど、やってないんですね。第二全然進行。ちょっと遊ぼうかなと思ったんですけど、片付けるのめんどくさいしね。一車両だけ持ってるんですけど、キハ110系だったかな。場内進行などと停車停止位置4番。キハ110系の鉄道模型は持ってるんですけど、制限50のことすっかり忘れてた。制限50。でもなんか時間余ってんね。ちょっと考えた。あと20分。あ、これであと20分。途中交尾。途中。たどき停車停車。あ、こういう感じ。はじめ変化進行進行たどき中発車。さあ、行きしよう。制限中。制限解除。まあ、各駅停車はまだね、楽な方なんですよ。これでも。停止のとこですね。通過駅があるとこがあるんですけど、どこだっけな。あるんですよ、通過駅。そこがちょっと難しい。第一閉速進行。ここはね、スピードなかなか上がらない。ブレーキかけちゃって場内進行さぬき塩屋停車停止位置4あと20秒あと15秒
あと10、ちょっと時間ね。さぬき塩屋停車定着。月が丸亀。ご指名変更進行さぬき塩屋発車。丸亀はあれだね、協定上とかでありますね。まあ協定やったことないけど、まあ協定番組とかたまにやってますけどね。まあ見てるだけだったら楽しいです。まあ金かけるってなるとね、なんかムキになって無駄な金使っちゃいそうだからやんないけど。この前ブックオフ行ったろってな、プレイステーション2のソフトで協定のゲームあったの、面白そうだなと思ったんですけどね、まあどうせやんないだろうなと思って買わなかったんですけど、2両目です。進行場内進行丸亀停車停止位置6、これで B6 にして、ちょっとやばいか、あと20、あと15、あと10、丸亀停車1秒装着。1秒早く着いただけで1秒減点か。ご自名点出発進行丸亀発車。2つか。上り坂がね、こうきついとこですからね、なかなかスピードが上がらない。下の建物も結構似たような建物並んでるけど、まあでも見てると面白いです。停車3秒延着。サザンが9で8秒失った。8秒もらって1秒損した。
示手法を打たず発射。聖剣10のままか。お、対等の一線ここに対等の看板があります。第5ケース進行。次は高い勢です。制限解除。第4ケース進行。まあ台風の看板で控えめだからまだいいけど、しっかり電車で動画と街灯のビルがあったりね、結構地味なとこにある。第三レース進行。電車ダンスってプラレールがいっぱいなんかね、頻繁に出てきますもんね、看板プラレールかなって。わ、この上り坂すごい。フルノッチでも速度が落ちてますね。3、4、最後の車両だ。なんかデザインが違う車両でした。場内進行破壊で停車停止位置4。やばい。何も見ない。30。あと20。あと15。あと15。停車。11秒。月か通過か。はじめ点出発進行境で発車。さっき持ち時間67秒はなかったな。だからさっきよりは余裕があるのか、持ち時間。制限解除。まあこういう難しい会社もね、やっておかないとね。第2レース進行。次を青木の声まで出せばいい。第1レース進行。まあこれは普段80にして、進行。ヤコバ通過2秒、交通。スピードまで上がらない。進行。まあこんな感じ。またぞ残り3回場内進行。ここはねちょっとダイヤおかしい。
鴨川スーパー4総数制限解除。で、どんくらいかで第一フェーズ進行。まだちょっと出さない。ここが残り坂だ。だんだんスピード落ちて。場内進行。ここは隠し切れてないんだ。讃岐府中通過1秒総通。第2並走進行。スピードが分かんないんだ。進化第1並走進行。あっちにどこだっけ。北部か。場内進行。ここ行くしかない。あそこ行けばなんかなりそうだけど、ダメかな。北部通過1秒円通。足しようか。第2並走進行。第1並走進行。まあこんな感じで。場内進行。橋岡停車停止位置共通。まだ時間余ってんだ。あと30秒ぐらい。あと20。橋岡停車1秒装着。進行橋岡発車。第三並走進行。で、通過か。何キロくらいだそれ。ちょっと迷うんだよね。ちょっと難しいな。第2並走進行。S って看板何なの。なんか結構進行頻繁に出てくるんですよね、あの S っていう看板。ね、ここにも S ってある場内進行。ちょっと出してるかな。
さに、速い、まあ90キロくらい。第2兵速進行。第1兵速進行。あ、あ、知ってる。ちょっと速い。場内進行。で、520m 進行で注意進行50キロがあったら、この辺でブレーキって課題。第2ゲート進行。ここはダメか。第1ゲート進行。1100m くらいのところで落とせばいいか。第1場内進行でブレーキかけちゃって、まさか仕掛けがあるかな。ちょっと出してみるか。第2場内10位高松停車停止位置標高でね、減点食らったんです、さっきね。あと30秒しかねえけど、3秒ぐらいですね。このタイヤきつい。高松停車5秒延着。あ、4センチ。いや、長かったな。で、エンディングですね。まあ、こういう感じ。
はい、運転評価ですね。あ、大丈夫かな。どうだろう。あ、大丈夫だと思うんだけど、100点以上ね。あ、大丈夫。あ、120点か。じゃあこれで金星が取れます。お、新たに運転できる時刻表。まあいったところでね、まあ、4回やり直しましたけど、まあなんとかクリアすることができました。はい、といったところでね、まあこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。